はいどうもダークサイドでございます。ちょっとね今回声後付けでございます。まあ、今回ね100人なんでやっていくんですけど、こちらのねパーティーやっていきます。でまあねこんな感じで、まあ、ワンパンでねでこうやってドーンを打ってね通常的に受けるのがバースの下です。なのでそうここねミスっちゃったんですよ。でリーフバインド食らっちゃって、まあまだ良かったんですよね。倒します。ちょっとね最初下ってで、ウンディもねもうこいつ本当に見たくないんだよね。裏で何回かね何回じゃないな、何回かね集会しちゃうんだけど、最初 60% のパーティーでいいんだけど、バルジなんかねガルゴアだったんですけど、おナイスで、そしたらね本当に 100% 食らってんじゃねえのかこの野郎っていうぐらい食らったんですよ。はい。でまあなんでか知らんけど、ここはめっちゃコンボしてますね。で倒します。ちょっと今ねビビってましたねコンボとかで、これで倒します。なんでこんなコンボしてますかね。倒します。でミノタロスで、ね、3結びで回復します。まあここねミトの方が良かったんですけど、スキルまでなかったんで倒します。でディアゴルドでまあこれはこんな感じで倒します。下りすぎです。でも絶対作った方がいい、でコシマルはちょっとねコンボ組まないといけない。これはまあまあいい感じの盤面。で倒します。でね、本当にね、裏でやってるのに、本当にね、落ち込んが調子乗ってね、タンタンって落ちてくるんですよ。辛かったっすね、落ち込んで。で、まあ、ここは光を消さないようにね、一コンボするだけで倒します。OK。でね、ほらね、こんな何もないところが不自然にね、現れてくるんですよ、落ち込みは。めっちゃ難しいわ。で、こいつは光の一個目で倒せるんですけど、もうなんか謎にね、木の消してみます。木の消しを安定するかもしれない。木の方がいいかもしれない。で、お、あいつの邪魔、40% で弾いたよ。40% で2回だったら、ちょうどいいじゃん。いい感じだね。で、倒します。ああ123秒やね。そう遅い方なんすよね。これで遅い方、ね、なかなかやばい。でお 6.1 秒。あそう今、ね2周目でございます。まあねほらねさっきの発音調子のいいですよ。1個でいいんだって本当に。で、まあ、デーモンなんだ。うん。で、4D で。この辺の流れ詐欺なんですね。なんでか知らんけど、いけるベロス。はじけ！絶対も弾いたんです。で、次ね、ラッシュになったけど、火がない。なかった。で、仕方なくシャベル使って倒します。最初ね、ここ不安だったんですよ。上1個でいけんのかな。うん、行きました。で、倒します。で、ミノタロスで完全に首を使います。で、1個まで倒せます。で、ディアゴルやめてほしい。いや、これ、倒します。
惜しまれるですね。まあ多分ね、一番倒すのに時間がかかるのは惜しまれます。初めて金引くかと思ってた。初めて金引くかと思ってた。嬉しかった。はい。時間を進めつつ、レベリアですね。レベリアルはこれで光あるんで、まあ、多分倒します。どうやったら結構ね、ここね、びっくりしたんで、あれ意外と疲労するねって思ったんですけど、まさかの毒が繋がってる。で、コンボで倒す。なんで？ここね。なんで？あ、ここの1コンボで良かったでしょ。練習して、声入れてる時に気づいた。寒いよね。ダウン来てるよ。今はね、9406点です。ね、これもう一回行って終わりにします。まずファーフニールですね。もう安定です。さっきさ、動物の森インストールしてさ、動画撮らなきゃいけないなとか言いながら、さっきのこれ編集してます。でね、謎の3コンボくん。なんで自分のこれね、もうわかんない。相談しないと。相手意外と体力低いんだよね。もうね、カフェのおかげですけど、キリラッチ。これね、倒せるか本当不安だったんだけど、倒せるか。で、これ、ね、ここね。見た方がいいと思うんだけど、ちょっと。で、ミノタルクのね、関係の紙の紙を使っていきます。見て。いや、これですね、さっきね、倒せなかった。ここね、本当に。ちょっと光と闇多分消したらね。ここ決まるね。一番時間かかるという意味はね、私の遊んでて。もうね、カセルがうまい人って、うわーって。ここに辛かった。タップが上手い人ってなんかもう本日早く正確にやるんですか。あれ本当ね、憧れるわ。僕の場合は全然パズル上手くないからさ、本当にだって。本当だ、一番目のキャラの野郎はもう一で、これでね、初めて光の手に倒せるってことが分かったんで、なんでって思うんですよね。よいしょ、これがまあね、弾いてくれてめっちゃ嬉しかった。なんかね、いけたよ。ほんとに弾いてくれたんですよ。おっとね、これ新記録だったんですよ。139秒で、ほんとに発狂してたわ。めっちゃ嬉しかった。でね、2000点伸びたんですよ。1% 伸びました。ありがとうございます。で、また次回ですね。次回までに、ね、今回絶対 0.1% 取れると思うんですよ。ということで、まあ、ね、裏でも頑張りますし、まあ、動画でもね、撮ります、頑張って。はい。
ということでね、今回ね、ここにしたいと思います。チャンネル登録ぜひお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。